皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月の14日、朝の10時59分です。昨日、プレミア12、オーストラリア戦、普通に見ていた場合どうなるかなと思って、まあ、試合が始まってみたら、やっぱり、私が軸になって、影響を与えていましたので、即座に、対応しました。で、まあ基本的に、そうですね、昨日の試合に関してですけども、まあ、井上投手に関しては、非常に、出来が良かったと思います。内角をしっかりと、コントロールされたボールを投げ込んで、ボールゾーンと、ストライクゾーン、インコースの、チェンジアップなどで、カウント取ったり、追い込んだりとかして、最後インハイの高め、で、三振奪ったりだとか、ストライクゾーンを、非常に、うまく、広く使って、投げ込めれていたと思います。その時その時に合わせて、配球もしっかりできてましたので。で、まあ、ホームラン打たれてましたけども、点差がついた時に、5対0になった時に、ちょっと離れてたんですよ。まあ、ちょっと自分の家の家事を、したりしてまして、まあ、その時、全然、頭の中、渡したりしてませんでしたから、対応を全然こちらの方でも全くしてませんでしたから、ホームランはもう気にしてもらわなくて結構です。で、そうですね、まあ、最初の方のイニングで、まず手堅く、まあ、外野フライで、1点を取って、まあ、その後ですね、栗林選手の、レフトフライ、早いイニングであったと思うんですけども、セカンドが小園選手で、多分、ハーフラインまで、出ていったと思うんですけども、私なら、あの場面はどうしてほしいかという注文をつけさせていただくと、レフトの選手の全力疾走の打球の追い方を見たときに、すぐにセカンドに戻って、セカンドからのタッチアップですね。それで、サードまで、進んでいただきたかったと。まあ、まあ、小園選手は足速いですから、その後、まあ、あのフライで、ツーアウトというケースでしたっけ。まあ、どちらにしても、まあ、ワンヒットで、まあ、セカンドから戻ってこれるといえば戻ってこれるんですけども、多分あの打球の追い方と、もうギリギリのところで、ボールをキャッチして、で、進んでいる勢いがありますから、一旦体勢立て直して、サードへの送球になってきますんで、これギリギリのタイミングになってくると思うんですよ。で、まあ、ほぼほぼ無理な体勢で投げなきゃならないので、最悪暴投が発生する可能性が、まあ、相手チームとしては最悪、暴投になると。慌てすぎてと。で、まあ、そういう部分も狙って、果敢な走塁っていうものはすべきであって、まあ、そういうふうな、ところも、仕掛けていけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、小園選手に関しては、昨日の試合、盗塁、2回成功して、まあ、2イニング目の、2回の盗塁に関しては、失敗してるんですけども、まあ、アウトカウント的にもあれでいいと思います。まあ、あの場面は仕掛けていく場面で、まあ、序盤、ゲームを動かしていく場面で、まあ、あのアウトがあったからこそ、その後の三盗につながってるような気もします。相手選手のその心理からして、一回、セカンドで、盗塁された後、セカンドでアウトにしてると。そしたらもう、相手走者は警戒してなかなか走ってこないんじゃないかなが多分あると思うんですね。
で、三塁への通り、素晴らしい通り、良かったと思います。あと、まあ、バットコントロールも非常によく、ヒットを打つべきところは打って、最悪でも、ファースト側に、打球を打って、セカンドに走者がいたときですね、サードへの、進塁打にしていたりだとか、まあ、最低限のこと以上のことを、しっかりしてくれていたと思います。あとは、まあ、源田選手がダイソーで出たときにですね、まあ、挟殺プレーという形になりました。で、昨日の試合自体、オーストラリア戦で、こちらも早いイニングで、挟殺プレーがありまして、アウトにしていると。で、かたやこちら側に関しては、挟殺プレーで、ギリギリのところでセーフになってるんですよね。だからその辺のところが、非常に大きな部分であると思います。まあ、意外と挟殺プレーで、最後、塁に帰塁するときにですね、そこそこ距離があるときって、結構投げる人と受け取る人って結構難しいんですよ。あれしっかりしなかったら、源田選手のときは左グローブの選手がファーストにベースカバーに入っていて、左側に、それてたわけじゃないですか。左側にそれてたわけじゃないですか。で、まあ、源田選手から見たら、左側に、まあ、グローブはこちらにあったら、守備の選手の。源田選手としては、まあ、こちら側に、当然、かわそうとしながら、ヘッドスライディングをすると。で、ここからこう、タッチプレーって、やっぱり、時間かかりますから、やっぱりああいうような形も、発生するんだなと思います。あとは、まあ、日本の野球が非常に昨日はしっかりとできていたと認識でしています。まあ、早いイニングで得点できたっていうのもあるんですけども、まあ、守備とかはしっかりしていて、ボール球をまずなかなか振らない。で、かたや、まあ、相手ピッチャーは、はっきりとわかるボール球が結構、多かったです。で、あと、9回なんですけども、まあ、それなりに得点差がある場面で、まあ、一時期は5対3になって、2点差になって、オーストラリア選手の、まあ、ベンチはだいぶ、息を吹き返すといいますか、まだ諦めてない、体勢、勢いっていうのが少し出始めたと。そこをしっかりと、止めにかかる、その裏の、攻撃ですね、しっかりと1点を取ってっていう場面で、再び、6対3という場面を作って、で、頭9回ですね。まあ、それまでの中継ぎ投手でも、ホームラン打たれた方がいらっしゃいましたが、あの時のホームランはちょっと僕もよくわからないんですよ。僕はそれなりに対応してたんで、まあ、打たれた原因っていうのはちょっと、未だにはっきりと、思い出せないので、まあ、あんまり、まあ、気にしていただかなくていいと思います。その、全体的に試合が終わった時に、日本は、その、ホームラン狙いの、打ち方じゃないんですよ。しっかりと打線はつなぎっていうことで、つないでくれてるんですよね。打ち方自体が速いライナーを打ち込んでいくと。まあそういうような形で、もともと中野ドーム広いですから、もともとホームランの数少ないですから、野球の性質として、まあ相手チームはホームランで得点をしてるんですけども、やっぱりそれだと、まあああいうふうな形になると、かたやこちらは、フォアボールを選んだりだとか、しっかりとしたライナーを打ったりだとか、速いゴロを打ったりだとか、まあそういうふうな打線のつなぎっていうところに、しっかりと重点を置いて、試合をしてくれていました。まあバンドも、しっかりと、決めてもらえてましたし、あとはまあ9回の相手投手の方が、まあ、中迫になってたところが、もうあの辺のところはもう完全に、
6対3の1点が効いていた状況だと思います。ランナーが9回3塁にいた場面で、ファーストセカンドが空いていますと。で、3番の、選手を確かフォアボールで出して、4番森下選手という時に、3ボールノーストライクになったんですよ。で、ここ4番バッターだから、警戒して、明らかに、ボール球を振ってくれたらいいなっていうような形で簡単にカウントが稼げて、3ボール、ノーストライク。で、相手ピッチャーからしたら、1球、とりあえずストライク取りに来たみたいな形を作ってたじゃないですか。だから、その時に、3ボール、1ストライクになった時に、まだ、ストライクを投げてくるんだったら、これはもう狙っていったらいいということで、昨日の試合に関しては、森下選手3本ともヒットを打ってるんですけども、そのヒットを打つ時の、その打席のそのボールに関して、次のボール、ストライクゾーンに入ってくるボール狙っていったらいいですっていうことを、お伝えしています。大体そういうふうな言葉です。場合によっては、その甘く入ってきたボール、次のボール、ストライクボールをしっかりと狙い打っていったらいいですと。そういうふうなことを、伝えていたりしています。僕が相手チームでオーストラリア側だったら、あの場面で森下選手、4番の選手とは勝負しないでフルベースにしますね。もうそこははっきりと、もう3ボールになった時点でノーストライク。スリーボールノーストライクの時点で、わざわざ一球ストライク取りに行かないですね。で、満塁策で、あとはもうダブルプレーでしのげるかしのげないか。もうそれ以上得点されたら、もうどう考えても、9回じゃなくて8回でしたっけ？9回でしたっけ？ちょっとイニングが、バンテリンドームで行われている、いて日本が裏の攻撃だったような気がするんですけど、8回と9回間違えてますかね。なぜあの場面、もう相手投手がもうちぐはぐになってるなと。もうこれでもう森下選手がヒットを打った瞬間に、ああもうこの試合決まったなと、もうそれはもう思いましたね。その後ツーベースを打った、森下選手がセカンドにいる場面で辰巳選手に今度は3球勝負しに行ったじゃないですか。もともとこれ、プロ野球業界で、覚えてくれている人は覚えてくれていると思うんですけども、3球勝負行ったら、例えば、去年のペナントレースでも始まった時に、3球勝負しに行った時に、どこの球団のピッチャーの人も打たれてるんですよ。基本的にバッターの人はストライクゾーンに、ボールを投げ込まれてきている以上、目がある程度慣れると。で、カウント的に、際どいボールを振っていかなきゃならない場面ですから、その辺のところの対応っていうのは、頭の中で考え方がしっかりと固定されてると思うんですね。で、そこへ、本当に、普通にストライクゾーンにボール入れてきたら、それはダメでしょっていう、コンパクトなスイングで、しっかりと、野手の間にボールをとにかく、打ち込むと、そういうような形のバッティング、打ち方としてそれがしっかりと頭の中でも固定されるわけじゃないですか。横を出してそのホームラン狙いとかじゃなくてですよ。だからその辺のところで甘くボールが安易にストライクを取りに来たところを、ツーベースヒットという形で森下選手が、本塁に帰ってきて、9対3ということで、相手投手がその森下選手にツーベースを打たれる前に、スリーボールノーストライクの時に安易にストライクを取りに行った時点で、もう考え方がまとまってないんだなっていうことが、もうはっきりと分かりました。だから相手の考えていることが、例えば電波とか心の声とかで私は聞こえる側じゃないですから、その辺のところに関しては、
読みでもう次のボール3ボール1ストライク、まあバッターが優位なカウントじゃないですか。甘く入ってきたストライクゾーンのボール狙いに行ったらいいですと、まあそういうふうなことを、森下選手に、心の声で、お伝えしています。とあとはまあ昨日の試合で源田選手がダイソーで出た時に心の声で、まあ、相手チームの人たちにも聞こえていた可能性が、これはもうかなり高いなというような、状況だったんですけども、その、フォークボールをするまで投げていって、まあ、フォークボールだったら、簡単にもバット止めて、源田選手盗塁と。だからまあ、バッターはストレート狙いっていうことで、清宮選手にもお伝えしてたんですけども、ちょっと、まあ、言い方変えます。低めの変化球は、もう振りに行かない。バッターは走る。まあ、まあ、走る振りとかを、しっかりしておくと。で、ボールカウントを稼ぐと、カウントを整えるっていう形ですね。で、隙あらば、走ると。あ、このピッチャー今だったら走るなっていう時は、走ってもらったらいいです。で、まあ、昨日の場面に関しては、その、清宮選手は、その、ストレート狙いのところを信じてくれて、ストレート狙いの振り方で、チェンジアップを、投げ込まれて、まあ、空振りという形になったのは、まあ、ちょっと、私の、至らないところというか、不甲斐ないところというか、まあ、あれだけ、日本がリードしてる場面で、リードしてる試合で、ああいうケースが、やっぱり相手チームにもサイドの確認ということになるんですが、やっぱり僕の方で作戦面をあれこれこう心の声で伝えない方がいいと思います。で、まあ、それで相手ピッチャーもストレート投げないで、フォークボールも投げないで、チェンジアップっていう選択肢を、してたみたいで、まあ、ああいうふうなことも、まあ、しっかりと、勝てる試合で、ああいうふうな場面を、日本のチーム、今回のチームの皆さんと、私の方で共有できたっていうことは、非常に、大きなことであって、これがもし1点を争うようなゲームで、そういうふうな、ヘマが、私の心の声、で、相手に作戦が筒抜けっていうところが、大事な場面で、そういうような形で、もしその試合を落としてしまったら、やっぱり非常にもったいないですし、まあ、清宮選手に関しては、今年の成績3割超えということで、非常に、体つきも、学生さんの頃は、お腹ちょっと出ていたと思うんですよ。で、非常に、引き締まった、肉体になって、高い打率、もう日本代表にすごく適した状態ですね。やっぱり余分なお肉はついてないですから、守備範囲も学生の頃と比べたらだいぶ格段に変わってるでしょうし、動きやすくなってると思います。まあその場面でちょっと僕が余計なことを言ってしまったのはちょっともったいないかなと。そこはもう監督の井端さんなどにお任せしといた方がやっぱり良かったなというところで、まあ、ちょっと私の方でも、今回の試合は、反省ということで、今後対応していきたいなと思っています。ということで、ちょっとね、9回のその藤平投手でしたっけ、あの時だけね、頭の中がこう脳梗塞結構強めのものになってた状態で、まあなかなかちょっと踏ん張らなきゃならない状態だったんですけども、まあやっぱりあれだけ得点差もありましたし、まあ、特にこちらも気負うことなく、藤浦投手もしっかりとしたピッチングをしていただいて、よかったと思います。ちょっとまだ選手の皆さんのことが、全員、
まだはっきりと把握できてないんです。だいぶ若いメンバー今回、集めてきて、いただいてますよ。まあ、牧選手だとか、小原選手なんかは、クライマックスシリーズや日本シリーズで対応してましたので、まあ、どういう風な選手なのか、まあ、牧選手は前から、日本代表とかで出てますから、どういうタイプの選手なのかっていうことは分かってますし、まあ、栗林選手もそうですし、まあ、あとはまあ阪神タイガースの選手に関しては、まあ、ペナントレースで、対応しましたので、まあ、どういう選手なのかっていうことは、よく分かっています。で、まあ、まあ、その辺のところで、まあ、森下選手の時の相手ピッチャーが勝負をしてきたのを栗林選手を選ばなくて森下選手を選んでしまったっていうのは、数字だけを見て勝負しに来た可能性があると思うんですね。森下選手は、まあ、去年の阪神タイガース優勝していく過程でだんだん成長しに行ったわけで、まあ、特に去年僕が指摘していたのは外に逃げていくボール、その、まあ、頭の中の供給をでもしっかりと渡していたらしっかりとバットは止まったりするんですけども、落ちるフォークボールなども、で、まあ、外のボールに関して、もうだいぶ振らなくなったんですよ。その頭の渡す分量云々が少し、低下したとしても。で、まあ、選手として、プロの世界に慣れてきてるなと。だから、まあ、見た目の数字だけで相手ピッチャーは判断してしまったのかもしれないですね。だいぶ、森下選手はだいぶ成長してきてますから、あと、去年というか今年に関しては、横浜 DeNA さんの試合と阪神タイガースの試合とか、もう日本ハムロッテだとか、まあ、そういうような形で、もう宿泊をしながら、さらには、まあまあ、いつものそのサッカー界との兼ね合いだとか、このむちゃくちゃなそのスケジュールの中での成績ですから、もう1試合でこれってなってる時は、絶対違いますから状況。だから日本代表に選ばれているその方たちに関してはやっぱり代表パワーだとかそういうふうなものもあるかもしれませんし、だからまあその辺のところも含めて初戦しっかりと試合ができて、良かったなと思います。特に6点差つけれたのがすごくいいなと思ってます。そのまあグループリーグで総当たり戦だとは思うんですが、まあ最悪得失点差がものを言うケースが出てくる可能性もあるわけじゃないですか。やっぱりどこで、何があったとか、これ言い忘れてたんですけども、試合開始し始まる前にちゃんと天の神様に安全のお祈りしています。で、まあそういうふうなところも僕の方が、きっちりと、あらかじめ対応しておくだとか、まあ、そういうふうなところもしっかりと心がけておきたいなと思います。まあ日本の板倉選手が、デッドボールを被ったみたいなんですけども、あの時僕お手洗い行ってました。で、まあ、それはまあ今まで の日本のペナントレースでも言ってましたけども、勤務中のお手洗いは労働基準局の監督が認めていますっていう内容で、あれでどうなってるかって言ったら、もうこれ、もう今まで言っていますから、その、法律に照らし合わせて、多分、オーストラリアの選手、と繋がってるような状態で、まあ、僕は気を抜いてるような状態だと思います。で、まあそれでデッドボールが発生している可能性もありますので、まあけど対応しなかったらいつもどうなってたかっていう言いますと、ペナントレースもそうですけども。まあ、バッターの時はアウトになっていたりだとか、ピッチャーの時は打たれていたりだとか、まあ、そういうふうなことになってますので、僕としてもああいうふうな対応の仕方しかないんですよ。だから、
その板倉選手のそのデッドボールに関して、どれぐらいの勢いだったのかはちょっと見てないので、何とも言えないんですが、心配しています。天の神様への安全のお祈りしてましたから、特に痛いのは痛いとは思うんですけども、骨折とか、ひびが入ったらとか、そういうことではないと思っています。後で確認しておきます。動画が何か上がっていたら、そういったもので、もしかしたら確認することできないかもしれませんが。そうですね、全体的に昨日の試合に関しては、オーストラリアの選手のピッチャーは基本的にボールが荒れていたりだとか、ファーストストライク1球目ですね、結構甘めにストライクを取りに来たりだとか、やっぱりピッチングがちょっとちぐはぐなのは、すぐに、早いイニングで、もう感じ取りました。今田監督の方にも、心の声で伝えてましたけども、初球に甘いボール、甘い、ファーストストライク、甘いボールが多いと。そういうふうな内容を伝えていたりだとか、その辺のところですね。あれだけピッチャーの方が、ボール球、はっきりしたボール球を何球か投げたりだとか、ああいうふうなことがいろいろとあると、やっぱり、ああいうふうな形になってしまうんでしょうね。最初の方にストライクを欲しがって、初球、甘めにストライクを相手に取りに来てしまうと。かたや井上選手は際どいところにボールを投げていて、それプラス工夫っていうものをしっかりとしていて、一球一球ごとに相手バッターの対応の仕方っていうのがしっかりと理解していて、もう次ここに投げ込んだらもうこうなるだろうなっていうことがはっきり分かっていて、ボールを投げ込めていたっていうのが、そこは大変良かったです。ホームラン打たれた時はもう僕はちょっと離れてたんで、それはもう全然気にしていただかなくて結構です。柔道の世界でも、日本の柔道ってものすごく強いですけども、例えば頭の中の供給、これは取り組んでいても、例えば言葉のワードとかが組み上がらなかったりとかで、頭の供給が一切いってなかった瞬間が出来上がった時に、相手が世界ランク1位の選手で、阿部詩選手の時だったんですけども、一瞬で1本取られました。先にも、技ありを取ったんですかね、それか指導2つを取ったか、で、阿部詩選手の方が優位に試合進めてたんですよ。で、まだ初めの方の試合っていうこともあって、日本の柔道は一本を取りに行く柔道だっていうことで、すごくその僕としても、一本取りに行くっていうことをすごく意識してたんですね。で、そこを多分相手選手に見破られて、カウンターでやられてたと思うんですよ。だからその時に、そういうふうな、その後、日本の柔道界に、この間のパリオリンピックで言ったのは、ちょっと僕の方が間違えてましたと。解説席との人とかも言うじゃないですか。それまでの、報道関係とかでも、日本の柔道は一本を取りに行く柔道だっていうこと。で、あれって、最初の方にリードしてなかったら、相手がカウンター勝ちになるんですよ。でそれされたら、やっぱりそっちの方が有利なんですよ。だからあの時、阿部詩選手の方が、リードしてましたから、攻撃3、防御7ぐらいの割合で試合を進めると。だから そういう風な形の方が、本当は良かったんですけども、頭の中の、供給ができてなかったら、やっぱり柔道の世界は本当一瞬ですよ。もう2、3秒も経たないうちに一瞬でも1本取られますから、相手はセカンドランキング1位の人だったんですけども、だそういう、部分がありますので、全然頭の中渡したりとかしなくて、ちょっと火事をしに行っていて、離れていましたので、そこは全然気にしていただかなくて結構です。あとは日本のピッチャーの方で、特に投球が、乱れている方は、一人も見受けられませんでしたので、
まあ、盤石ではあるなと。まあ、ただ、中継ぎのその井上選手の後のツーランホームランを打たれたとき、そこはね、ちょっとよくわからないですよ。まあ、もしかしたら、単純に相手選手が低めのストレートを狙ってただけかもしれないです。その相手が狙い球を絞っていて、そこが、当たっていた、狙い通りだったっていう、それだけかもしれないですね。一か八かの方法です。ただ、そういう一か八かの打ち方だったら、まあ、その後、得点するのはやっぱりオーストラリアさんとしては、まあ、難しい状況ですね。日本の、ピッチャーの方たちがあれだけ制球力をしっかりしていて、変化球でもまず失投が見当たらない、その甘く入っていくようなボールがまず見当たらない、そうなってくると、それなりに厳しいボールを打っていかなければならないわけですから、やっぱりしっかりと、ヒットを打つ、野手と野手の間にヒットを打ち込むと、その思いっきり、思いっきりっていうわけでもないんでしょうけども、ただ、すり足打法じゃなくて、最初の井上選手の時にホームランを打たれた方は、足そこそこ上げてますよね。だから今の近代野球にはあんまり合わないと思うんです。あと、それと、名古屋ドーム、バンテリンドーム、もともとホームランの本数が少ない広い球場っていうところで、だからまあ、性質的に、その試合の仕方じゃ、まあ、ちょっと難しい、勝つのは難しいですっていうのが、まあ、その辺のところが日本との、大きな違いで、日本の目指すしっかりとした野球っていうものが、できたと思います。まあ、ホームランが出たら出たで、それはいいんですけども、まあ、打線はつなぎでも、ホームランでも、まあ、打線はつなぎですから、まあ、そこはやっぱりカウント整えたりだとか、相手ピッチャーの出来だとか、まあ、そういったところで、どう対処していくかの部分で、本当に、冷静に対応できてるかなと思います。あとは、まあ、僕が気になったのは、得点がだいぶこうリードできた時に、そのベンチ内で、まあ、井端さんを含めて、まあ、それがコーチ陣の人たちにも伝わって、ちょっとまあ、笑ってるところのシーンが多くて、昨日の試合ももちろん試合中私は一切笑っていません。まあ、自然と昨日、その日過ごしていた一日も、まず声を出して笑うことなんかないですね。心の中で、しっかりとした笑うような内容が頭の中よぎったりして、顔がにやけたりだとか、そういうこともまずないです。その日一日のその、硬さ、まあそういったところは僕はいつもその日の試合に取り組むときに、すごく気をつけています。まあ2023年の、阪神タイガースの試合見てもらったら分かると思うんですけども、最終回岩崎投手がマウンドに上がって、でベンチのね、選手がもう全員浮かれてるんですよ。ほとんどの人間がもうニコ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 して、もうベンチから飛び出していく準備をもうしてるんですけど、もう絶対それなしですよ。去年も言ったと思いますけども、アジアチャンピオンズカップでしたっけ？もう絶対最後の一球が終わるまで、もう絶対にみんな、ちゃんと気張って、試合に取り組んでなきゃならないって。案の定岩崎選手ホームラン打たれてるんですよ。あんなに、ベンチの人たちに、ニコ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 、ね、もうはしゃぎ始めたら、影響をみんな与えてますから。だからもうそこはきちっと。だからもうその瞬間、見た瞬間。だから、井端さんは笑ってるけど、僕は笑ってないっていうこと。こんな笑ってるような状況じゃないですよ。心の、もうどんな表情、心の表情で表すと。井端監督は笑ってませんけど、粟井慶介は笑っていません。もう絶対これです。もうとにかく試合に勝つ。絶対に勝つ。特に1試合目、これだけ、特に9回も、得失点差の件ももしかしたら、今後どうなるか分かりませんから、この6点差っていうのをしっかりと大事にキープしておくと、しっかりと最終回0点で抑えると。
辰巳選手がヒットを打ったときに、エネルギーの残存量問題っていうのを先に唱えてるんですけども、それは9回のマウンドでもう早く試合を終わらすっていう方向に話を持っていくっていうような形で、物事を進めるっていう、それで、辰巳選手が、受け取り方を間違えたのか、その早く試合を終わらせることだけを僕が考えてるように受け止めたのか、ガムを噛んでるふり、あんなにプロ野球選手の人たちがガム噛んでるふりがうまいとはもう僕も思っていませんでした。で、ガム噛んでるふりをしましたけども、いや、そうじゃなくて、心の中のその組み上げだとか、自分の意識とかもそうなんですけども、そういうものも全て含めて、やっぱりそれ効果あるんですよ。早く試合を終わらすために。最後、自分たちが、相手の裏の攻撃をしっかりと、相手の裏表、ちょっとバンテリンドームなので、どちらかもうちょっと今分からなくなってるんですけども、とにかく最終回しっかりと0点で抑えるときは、もう大体そういうことを早い回から考えています。昨日に関しては、途中から、中盤ぐらいからですね、エネルギーの残存量問題意識始めたら、5対0という得点差がついてからですよ。あと、早く試合を終わらすっていうことは、相手に得点が入らないっていうことじゃないですか。そういうような形で、いろんな県を含めて、どれだけ自分たちが優位になれるかっていうところ、その辺が、人としての硬さだと思うんですよ。本当に手強いなと思われるような、その慢心が一切ない。これね、井端さんを責めてるんじゃなくて、去年のアジアチャンピオンズカップシリーズ、もうこういうふうな出だしだったと思うんですよ。ベンチの中で、まず井端さんが笑ってしまって、で、他の人もちらほらとこう得点が、だいぶ点差が開いた時に笑いが伝染してる。それで、ツーランホームラン打たれてる方かもしれないですね。だから、その辺のところは、試合終わるまでやっぱり得失点差で、どこで話がどういうふうになるかは分かりませんから、手堅く、皆さんで進めていけたらなと思います。今年は日本シリーズですけども、試合終わってから、両チームの得点数を見たらびっくりされたんじゃないですか。横浜 DeNA さんは33点、33。今日も晴天でしたけども、日本のどっからどこまでの範囲か分かりませんけども、今日も晴天です。昨日もこういうふうな天気です。その辺のところは防災込みでもありますし、昨日なんかは、午前中リラックスしていて、ちょっと自分の関わり合いのあるアニメを見たりだとか、で、それを行いながら、その防災意識して、この辺りでは結構、風が吹いていて、台風が発生しそうな地点から、風を取っておくと。ここの、このね、その鉄格子のところが、ここは風が吹いたらこう、カタ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 鳴るんですよ。それがずっと鳴ってるような状態で。しっかり風が取れてるような状態で、僕の方としても、基本的に3点っていう点数に関しては、結構僕の中では、その天気に関わる部分で、5対3になった時に、台風を消滅させてるのは青井圭介であると。そう簡単に3得点あげれませんよと。そこでもう一回取り返しに行くということで、最終的に9対3というような形で、徹底的に追加点を狙っていくというような形で、対応させていただきました。ということで、昨日
11月13日、オーストラリア戦。まあ、試合は、まあ、始まるのが遅かったですから、終わる時間が遅かったですけども、まあ、素晴らしい出だしだと思います。まあ、小園選手は、セカンドでのアウト、盗塁、まあ、あの辺のところに関しては、まあ、全然気にしていただかなくて結構かなと思います。昨日自体、他の盗塁が2つ成功してますから、もうしっかりとしたことをしてくれてますから。だからまあ、あとはベンチで全員気を抜かないようにしておくこと。かといって気負いすぎるわけでもなく、冷静に物事を見て対応と。まあ、選手の方はね、試合に出てる選手の方はまず笑ったりとかしなかったと思います。井上投手もマウンドを降りてから、その特別こう気をバッとこう張ってるわけでもなくて、気負ってるわけでもなくて、冷静に試合ベンチの中で見てたと思うんですよ。もう先発投手で一番悪い人は、自分が投げ終わった後ベンチでヘラ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 会話を交わし始める。もうこれはもう一番ダメです。その後のピッチャーに影響出てきますから。まあ、そういうところも含めて、初戦であれだけ得点できながら、そういうふうなところをしっかりともう一度再度確認できたのはいいことだなと思います。まあ、この辺のところはね、やっぱり、いろんな人の行動とかを見ていて、思うんですけども、まあ、同じパターンで物事が、進んでるような、まあ、そういうような、気配っていうのは十二分にあります。いろんなことを含めてですよ。まあ、昨日は野球のことでしたから、まあ、野球のことに、スポットを当てて、お話ししてるんであって、まあ、この辺の歩いてる人のパターンだとか、そういったところとかも、もう似てるんですよ。で、言ってる喋ってる言葉まで一言二言じゃなくて、いろんなことを 2,3 分喋ってる内容が以前と全く同じで、こちらの反応も後から思い出したら、あ、同じだったと、心の中でどう思っていたかって。だからその辺のところでも含めて、初戦でいろんなところを先に指摘して、今後の試合その辺のところを修正して対応できていけるっていうところが非常に良かったんじゃないかなと思います。以上です。皆さん、昨日はお疲れ様でした。まあ、やっぱりそういうことだろうなと思って、もう僕ももうテレビつけて、もう自分がどういう風にしてたらどうなってたのもうすぐ分かったね。これすぐ対処しなきゃなんないと。別に慌てるわけでもなくて、もう試合始まる前から、もうやっぱり自分が影響を与えてるなっていうのをすぐに、少しでも感じたら、もうすぐに自分で取り組んで、勝ちに行くしかないなと思ってましたので。あとは、岩田さん、本当に、お金の方のお支払いの、ちょっと、一人分の人件費ぐらいあるでしょ。本当に。一応ね、最近正社員の仕事で、まあ、ボーナスもある、まあ、運輸業ですけども、まあ、一般的なその廃棄物の処理の、まあ、中型免許、まあ、中型免許って確か8トンまでだったと思うんですけど、僕の運転免許証では8トンって書かれているんですけども、まあ、そういうふうな、免許持ちの人で、正社員雇用で、まあ、ボーナスが、しっかりとあると、まあ、いうような、仕事が、まあ、広告を見つけましたので、昨日、の前の日に、まあ、郵送した、次第です。まあ、三田市なんですけども、三田市の三田中央のユニオン株式会社というところなんですけども、まあ、同じ住所のところで同じように、他の会社が2社広告を出していて、
同じように、一般的なその廃棄処理の、仕事であると、まあちょっと不思議な感じはしたんですけども、まあそういうのも応募しながらで、まあ、とにもかくにも私は厚生年金を二十何万円しか今までの人生でかけてきていませんので、もう全然完全にアウトの方です。このまま、そういうふうな仕事にありつけたとしても、今までの分とかのお支払いがなかったら、その年金に当てたりとかしなかったら、もう絶対に無理なんですよ。2000万年金かけていて、一月の支給15万円ですから。だからその間に、若いうちに家を買っておいて、家賃を払うんじゃなくて、家のローンを家賃の代わりに返済しておいて、所得税の控除に使っておくと。絶対その仕組みじゃなかったらもう無理なんですよ、みんな。だからもう全然足らないです。で、あとはまあまだ河川水門外式断発電、まあちょっとこの間11月3日東京行って、また心がこうボロボロになって帰ってきて、で先ほどの続きです。ちょっと録画の容量が足らなくて、再度、録画してるんですけども、まあその河川水門外式断発電に関してもまだ取り組んでいく方向で、この間ここ近日1週間以内なんですけども、岡場駅のところで楽々明細という CM、 ラクスっていうものに出ている人がいたんですね。女性と男性が出てますけども、男性の方の方は後から思い出したんですけども、あ、僕は二十歳ぐらいの頃に河川水門外式ダム発電のその特許の話とか、フルツラーパークで話していたか、その神戸市、兵庫県神戸市の、長田区か須磨区の、高取駅の近くにある JR 高取駅の近くにある、特許庁傘下の発明協会のところで、ここ1年前ぐらいか1年半ぐらい前も見て、向こうから声かけてくれたんですよ。僕は頭の中でその時考えていたのは、まだ昼ご飯を食べてなくて、時刻は15時を回っていて、まあ、早くちょっとご飯食べに行きたいなって思っていて、まあそれが聞こえていたのか、その頭の中の考えてた内容が、後でいいからっていうことを笑顔で言ってくれてたんですけども、その後出会わずということで、まあ、向こうも気にかけて、まあ現れてくれてる人たちもいるのはいるんですよ。だからまだどこかで、その河川水門外式断発電は、これは本当に日本の代表の人たちに理解しておいていただきたいんですけども、まあこういうふうなコンピューターとのハイブリッドの中での試合が行われているわけであって、でやっぱり日本が優勝する大義名分、これやっぱり河川水門外式ダム発電であって、僕への ある程度のお金の支払いであって、まあ、そこから費用を特許申請料を捻出したりだとか、まあ、そういうふうなところを、行っていた行かなければならない。で、能登半島の地震に関しては、新潟県で昔から、石油を採掘しています。いつの間にか新潟県で採掘している石油やガス、石油に関して日本で一番採掘量が多いということになっています。もう何十年も前から、僕が生まれてくるよりも前から、新潟県では震度6の地震が発生しています。だからもう本当にエネルギーを節約する社会に切り替えていかなければなりませんし、今もう世界中に、まあ、テレビの報道関係とか僕からのこういうふうな動画とかで世界中に向けてメッセージを発したりしてましたけども、ついに、アメリカから先の、オリンピックの候補地がない状態を作れました。このままオリンピック完全になくします。その方向性です。世界中の上の方の人たちも、もうそうしなきゃならないって思っている人たちはかなりたくさん、いらっしゃいますということで、ちょっとお金の方の支払いもそうですけども、まあ、それが我々の大義名分であると。
まあ、その辺のところをご理解してほしいのと、あと、もう円安が止まらなくなってます。もう最近154円1ドル。これはちょっと非常に行き過ぎた円安で、ただこれ、金利っていうものも、ある程度その商業原理的な部分があって、アメリカが高い金利政策をしているから、お金が集まってくる。それは特許のその輸出の金額がアメリカはダントツで1位なんですよ、世界で。で、日本は一応2番手なんですけども、そこは輸出入があるんですけども、特許関係に関しても、権利ものに関しても。で、もし僕は河川水門外資基玉税、これを世界中で進めていく、内容が進めば、これ日本の金利はだいぶ上がります。ということで、まあ、1ドル100円ぐらいのところまでは、すんなりと戻せると。これが僕の方の見立てです。まあ、他にも進めていかなきゃならない、自然再生可能エネルギーの分野、メタンガスからの、まあ、メタンガスを抽出するのを家の生ごみから抽出するように、各地にそういうステーションを作っていったりだとか、まあ、そういうふうなことを行って、まあ、そのメタンガスで、トラックを走らせたりだとか、まあ、そういうふうな形に、持っていくと。まあ、そこまでたどり着かなかったら、もう先進文明なんかもう絶対どうしようもないですか。それと、あとは、自分が生きてる間だけ、その、エネルギーがあったらいいやっていうような考え方は絶対なしにして、それで消費者を下で、やっぱり能登半島のああいうふうな大地震だとか、他の地域も結局同じですから。だから、世界中どこの国もですよ。まあ、それが我々の大義名分だって、買ってお金を得て、そのお金で、河川水門外資基玉発電を作っていくしかないっていう、そこなんですよね。それが世界中の、20億人の人の命を、救っていく話であって、先々の人たちの。まあ、その大義名分っていうものも込みで、まあ、僕は優勝はできるものだと思っています。もちろんそれについての努力もしなければなりませんが。まあ、日本シリーズが終わって、まあ、ちょっと充填期間を置いて、まあ、再度、まあ、こういうふうな、もともとの自分に戻って、日々、今、生きてるところです。まあ、合間見ても、今はペナントレースが終わってますから、合間の時間を、自分のリラックスできるような内容とかで、まあ、日々過ごしたりとかしています。もう本当にこのままだと、その日本の状況っていうのは非常に芳しくないわけであって、円安が止まらなくなってます。で、ただ、一つの兆し、その円安に関しても、僕はこの間テレビ朝日さんに対して行った、その訴訟、まあ、自分の提案した番組、すごいですね、日本視察団の件の、まあ、ある程度の部分のお金の支払いを求めるものなんですけども、まあ、そこでね、まだ判決出てませんけども、僕の方で言ってたのは、もうこれ無理だわというようなことを、発言とか、そういうふうな発言とか、もう河川水門外資基玉発電もどうすれば始めれるかわからないっていうようなことを言ってから、1ドル147円か8円ぐらいだったのが、やっぱり150何円になったでしょ？だから、金利っていうものは、それだけその国に国力があるかどうかであって、それはいろんな、まあ、売り上げ、や知的財産権の、ものであって、特に自分たちで新しいエネルギーを自然再生可能エネルギーで作り出すっていうことは、ものすごいことであって、しかもその発電量は、とてつもないものであると。まあ、昔自分で計算したら、多分ビル・ゲイツさんと並ぶと、世界ナンバーワンの長者番付1位であった、ビル・ゲイツさんと並ぶと。まあ、ただ、まあ、その実際にしていく中では、その自分の手元に入るお金っていうのは、給与の算定表通りの形式で、物事を進めていくと。で、もう、お金があったらもう次々次々、いろんな地点に作っていくっていう、もうそれだけでも僕の代は、世界中全ての国への普及となると、もう僕は、生きてる間に、
全部が全ての国に普及っていうところまで今のところはもう全く、まあ、無理だなという感覚ですね。まだその、うん、まあ、なぜその特許とかを通ってその資金源っていうところとかお金が集まってくるそのどこかで結果を出さなければならない。例えば私の住んでる神戸市だったら新港がぐらいだったら、敷設する門の数が3つもしくは4つぐらいですから、まあ、ある程度の値段で作ることができると。でそこでどれぐらいの発電量を発揮するかっていうところで純利益しっかりと出ますっていうことを世界に提示することができたら、そこはもう一気にお金が集まってきますから、それはもう日本中で工事が始まっていくと。まあ、そういうふうな形に持っていかなければならないわけであって、まあ、そこには皆さんからのご協力が必要であって、まあ一つ明るい部分があるとするのであれば、この間、衆議院選挙がありまして、今まで自民党や公明党の人たちが、大臣を務められていましたと。けど今回は法務大臣、裁判所のトップといっても過言ではない、法務省の法務大臣、まあ、最高裁判所の長は別に言いますけども、そこは天皇陛下からの任命ですけども、まあ、法務大臣に関しては野党の人が、立憲民主党の方が、今回なりました。だからまあ僕の方のその裁判の進み具合とかも動画で言うことによって、どこは世界のいろんな国の首脳部の人たちが動いてくれたのかもしれませんし、日本本当に何してんのと、もう彼の河川水門開始玉発電本当に早く進めなきゃならんじゃないのと。あ、まあすごいですね、視察団って世界中のいろんな人たちがテレビ出演してたから、基本的に日本でああいう風にテレビに出てくる人って、まあ、大使館関係とかの人たちとかが結構多いです。もしくは大手企業とかの、人とかじゃなかったら、まあ、なかなか海外から日本まで、来て日本語を学んでっていう方はまずいらっしゃいません。だからまあそういうふうな人たちがすでに証言者なんですよね。民法で検証広告っていう法律ありますから、だからその辺のところでもういくらになるか分かりませんけども、とにかくお金を払ってあげなきゃならないんですよ。だからまあそういうふうなところも含めて、そういうふうな情報も込みで、日本のその為替相場っていうのも変わってきますので、まあ今回の大会終わったら、まあ早く岩田さんにもお会いしたいなと思ってます。栗山さんもそうです。日本ハムの監督をされていた栗山英樹さん、ワールドベースボールクラシックでも監督をされていた栗山さんですね。その辺のところも早く進めたいのはまずお金の部分と、でそこでちょっと落ち着いたら、野球の話とかで、まあ食事もしながら、いろんな話、楽しい話とかしたいなとは思ってるんですけども、それも井端さんも同じですし、いろんな方たちがそうですし、まあ、僕の人生ですごく残念なことは、その星野仙一さんだとか、野村さんだとか、いろんな方たちとその結局、こう、真正面から向き合って、30分なり1時間なり2時間なり食事でもしながらこういろんなことを談議するっていうことがないまま、まあ、二度と会えない形になってしまってると、まあ、安倍晋三さんもそうですけども、そういうことがずっと続くっていうことがどれぐらいむごいことなのか。今までまあ他の音楽業界の方とかでも、例えば坂本龍一さんっていう戦場のメリークリスマスっていう映画の曲を作ってた方ですけども、まあ、あの映画の内容は、まあ、ひどいものですからちょっと置いとくとして、曲自体はすごくいいものなんですけども、そのお亡くなりになられてからその坂本龍一さんの映像がテレビで流れて、未来の時間軸の僕と受け答えをしていると。でも坂本龍一さんとその込み入った話をしたような記憶は全くありませんし、結局この変な方法で、会って話し合うっていうことをしないまま、
あのように行かれたんじゃないかなと思って、まあ、その辺のところは例えば阪神タイガースの岡田さんもそうですし、まあ、今年言うと横浜 DeNA の三浦大輔さんもそうですし、あと、まあ、そのジャイアンツの原さんとも結局会って話し合うようなこともなかったですし、だからその辺のところはすごく残念ですし、もうこのままのペースでいったら現在広島の監督の新井さんもうそうなってしまうんじゃないかなだとか、あのもう何の縁だったのか、その人間関係的なところの縁だとか、まあまあその辺のところとかも、うん、会って話し合う人たちが一人でも多かったらなと。それももしテレビで皆さんの前で、野球談義とかすることができたら僕は最高だなと思ってます。それプラスもちろん河川水門会式だ、ダム発電自分たちでやったぜって、これで将来の人たちの人生がすごく救われるんですよって、地震の発生回数も減るんですよって、目に見えないところで本当は多くの人たち、ものすごい数の人たちを自分たちは助けたんだって、これが自分たちが生きてきた証だ、結果だっていう、まあ、それができなかったら人類の終わりですから、皆さん、しっかりとご協力ご対応していただけたらなと思います。以上です。まあ、この辺の話もあのマスコミの人たちとか報道関係の人たちとかにもしっかりと伝えておいていただきたいなと思います。報道関係の人たちもね、あの人それぞれなんですよ。例えば昼間の報道関係とかテレビつけた時に僕が、まあ、ちょっと疑うようなことを心の声で投げかけると、今度は違いますっていうことを、まあ、僕より年配の女性アナウンサーの人が言ってたりとかはするんですけども、だからまあ一部の人はすごい危機感を持ってるんですよ。だけども一部の人たちは慣れ合いになってしまってるんですよ。だからその辺のところが全員危機感をしっかりと持って、自分たちが社会を動かす人間の代表なんだっていうことを、知名度のある人間とかテレビ出てる人じゃなかったら無理ですから、広がらないですから話は。だからその辺のところで、皆さんしっかりとご協力していただけたらなと思います。まあそれは僕が今回のプレミア12でのその優勝を狙っていくっていう原動力の、まあ、精神的な支えですね。以上です。今回も長くなりましたが、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。それでは、また次の試合に備えて皆さん、対応してください。以上です。